はい、こんにちは。じゃあ、5回目ですね。5回目は何やるかっていうと、まあ、言いましたがユーリカです。はい、ユーリカやっていくんですけども、ユーリカっていうのは具体的にどんなことかっていうのをね、実際の問題を見ながらやっていきたいと思いますが、例えばですね、こんな問題です。ルート2足すルート3分の1お、これを簡単にせよっていう問題がよく出てきますね。はい、で、ユーリカとはね、まず考えてほしいんだけど、ユーリカっていうのはまあ具体的にどういうことかっていうのをしっかり考えておく必要があるんだけど、はい、簡単です、ね、分母にルートをなくす、これだけです。をなくす、ただこれだけの話、ね、分母に今ルートがありますよね。この分母のルートが鬱陶しいのでなくしてくださいっていうのが、ユーリカの話です。はい、いいですかね。なんで、あ、ちょっと問題がまずいな。こういう問題じゃまずくて、ちょっと問題間違えましたね。ルート3プラス、こうね。はい、すいません。はい、なんで具体的に、有利化っていうのをしていくんですけど、今ね、分母にルートがいますので、これじゃまずいわけなんですよね。なので、どうにかして分母からルートなくすっていう作業が有利化なんですけれども、これやること決まってます。ね。やること決まってます。ね。まずですね、ルートを、ね。ルートを外すっていうのは、どういう作業かというと、まあ、つまり、これ二乗数って意味ですよね。はい。ですので、二乗したいわけですよ。ね。じゃあ二乗すればいいのかと。分母分子二乗したらいいのかって、そんな簡単にいかないですね。分母分子二乗しても分数が同じままになるっていう、保証は全然ないですね。例えば、2分の1っていうのを分母分子2乗したら1の2乗2の2乗ってなって4分の1になって、これ違ったものになっちゃいますから、共に2乗数とかそんなことはできません。でですね、ここでですね、因数分解のまあ利用になるんですけれども、こんなことをします。はい、まずですね、括弧して、ここにですね、新しく何かをかけるんですが、ルート3引くルート2、こんなものをかけますね。で、もちろんですけども、分母だけにかけるなんてそんなことはしちゃいけませんから、分子にも全く同じやつをかけておく必要がありますね。そうですよね。2分の1にかける3かける3って同じ数をかけてももちろんこう消えますから、結果的に同じものになりますから、同じ数字をかけるっていうのは許されています。ですので、こんな風に、ルート3引くルート2っていうのをかけますが、まあ、なんでルート3引くルート2なのかっていうと、単純ですね。有利化したいものの分母のプラスっていう符号をマイナスに変えたものです。これをかけたらいいんですね。とかけるとどうなるかっていうと、やっていきますが、はい、分子はこれでいいです。これね、1かけるだからこのままでいいですね。で、分母なんですけど、分母っていうのは今、ちゃんと書くと、まあ、こうなってるわけですね。はい。で、これがどう簡単になるかというとですね、これよくよく見るとですね、こう和と差の積になってませんか？こういうふうに書くとわかるかもしれないけど、こういうふうに、ルート3が A、ルート2が B だと思うと A プラス B と A マイナス B の積になっているってことが見えますから、これってね、前回もやりましたが、因数分解で A2 乗引く B2 乗ってなりますから、ここどうなるかというとですね、ルート3の2乗引くルート2の2乗、とこうなるわけです。はい。で、ルートを外すっていう作業は2乗数って作業でしたから、今ね、2乗できてますよね。だからこのまま計算が進んで3引く2となって1と、こうまいこといくわけです。ですので、この計算結果1ってことが分かりましたから、ここに1がピッとくるわけですね。はい。ですので、1分の何々ってことは、それはもちろんきれいにしておくて、ルート3マイナス2というふうに簡単に答えが出ます、ということでした。いいっすかね。はい、 OK。 本当、有利化ってただこれだけの話で、分母の符号を変えたバージョンを書けるんですよ。ですから、もちろんね、例えばルート3引くルート2、ね、こんなやつが出てきたとしたら何をかけるかっていうと、もう分かりますかね。ここの符号を変えたやつをかけるんで、ルート3プラスルート2、ね、こういうのをかけるわけです。はい。どうなるかっていうと、
分母は、ルート3の2乗引く、ルート2の2乗で分子がルート3プラスルート2ですから、結果的にはこれ1になります。3引く2で1になって1分のルート3プラス2だからルート3プラス2とこうなります。はい、という問題ですね。あの有理化はね絶対取れますので、必ず計算ミスすることなく、あの選択肢とかじゃないですかね、具体的に数字を埋めていくタイプですので、計算ミスしたら終わりですので、計算ミスせんように、しっかりと、ものにしておく、まあ、もう一番お得ですね、お得問題ですのでしっかりお勉強しておいてくださいと、いうことになります。で、有理化はですね、あの、まあ、これ余計な話とか、過去問分析の話なんですけれども、必ず第一問の括弧さん出てますからね、過去5年間だとね。必ずないか、1回出てないかな。まあ、1回というか、過去5年間っていうのは、要するに、再試験を入れなかったら10回あるわけで、第1回、第2回で、まあ、その中で9回出てますから、まあ、ほぼ効果、ね、ほぼ 100% と思ってもいいですね。はい、じゃあ、引き続き頑張ってください。お疲れ様でした。